電通北海道とグループ会社の電通プロモーションエグゼは新型コロナ対策のコールセンター業務に関連して人件費など合わせておよそ1億5820万円を道に対して2021年度から2年間過大請求していたことをきょうの会見で明らかにしました新型コロナ対策のコールセンター業務は道から電通北海道が複数の企業で作る共同事業体の代表者として受託し グループ会社に委託ししてて行っていました電通北海道などはコロナ禍の対応に追われ道への請求が適正にできていなかったと説明し今後道と協議して課題請求分は速やかに返納したいとしています